この動画を練習したらチームのエースになれるでしょう。頑張っていこう。今回はシュート確率を上げるためのズレの作り方をやっていくぜ。まずはじめはパンチストップだ。ボールをついている方と同じ足が前に出た瞬間に同時にドリブルしてストップ。この時にドリブルをつく位置は足の横でつこう。前でついてしまうとディフェンスにカットされやすくなるよ。このパンチストップはどういう場面で使うかというと、スピードでディフェンスを抜こうとしたが抜けなかった。このままシュートまで行ってしまうとディフェンスが横にいてシュートが打ちにくい。そこでこのストップスキル、パンチストップで急ストップすることによって簡単にディフェンスとズレが作りやすくなるんだよ。スペースが空いたら簡単にシュートが打てちゃう。はい、ちょっぴり休憩していっちゃいましょう。レッツゴー。次はパンチレッグだ。さっき練習したパンチストップでズレを作ろうとしたがディフェンスがうまく対応してきて、やばい、シュートに行けそうにない。そこで足をスイッチさせてレッグスルーを行い、次は逆のレーンを攻めてみよう。常にバスケットは成功してシュートが打てた場面と、ディフェンスに対応されてうまくシュートが打てない場面、最低でも2つは用意しておく必要がある。しっかり足を入れ替えてレッグスルーしていこう。おー、いいねいいね。そうそうそう、スイッチレッグ、ナイスナイスナイス。あれれれれ、レッグスルーを行う時に股関節が伸びて上体が高くなっていないかい？次の動作にすぐ移れるように沈みながらレッグスルーを行うともっとベリグッドだよ。チェケラー。次はパンチアウトだ。このスキルはスピードからストップの緩急でパンチストップをしたがズレが作れなかった。そこで今度は自分から離れてズレを生み出そう。パンチストップで止まって前に出た足を斜め後ろに引っ張る。次に逆の足でしっかり床を蹴ってワンツーキャッチシュートだ。おー、いいねいいね。そう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 、パンチで止まって斜め後ろに床を蹴る。そう、ズレが作れてるね。ナイスナイス。パンチアウトもめちゃめちゃ使えるけど、一番大事なのはまずはスピードを出してストップのパンチストップでズレを作る。それが無理だからこのパンチアウトを使う。順番を間違えないようにね。はい、ちょっぴし休憩。水飲んでよ。水。はい、いくよ。次はアンダーレッグだ。このスキルもパンチストップと同じでスピードで抜けないから急ストップしてズレを作るスキルだよ。ハーデン選手の動画をご覧ください。めちゃめちゃかっこいいよね。しっかりボールと同じ方の足が前に出た瞬間に外側からレッグスルーしていこう。いきなりスピードでやってしまうと難しいから、まずはゆっくりいってアンダーレッグ。慣れてきたらどんどんスピードを上げて試合で使えるようにしていこう。はい、休憩。みんなめちゃめちゃいい感じじゃないかい。さっきのアンダーレッグでズレが思うように作れなかったら次はこのスキルだ。前に出ている足を後ろに、後ろにある足を前に、足を入れ替えてスイッチレッグだ。足をスイッチさせるときにボールをポケットに引き込みながら足を入れ替えると溜める時間ができてスイッチレッグしやすくなるよ。シュートに行くときももちろん使えるんだけど、ボール運びのときに前からディフェンスがプレッシャーをかけてきた。そこでこのスイッチレッグやアンダーレッグを使ってボールを運ぶとリズムが変わってディフェンスはめちゃめちゃつきにくくなるんだよ。シュートの時にも使えてボール運びも楽になる。ほんまに最強のスキルやん。絶対覚えてよ。はい、休憩。でもすぐに行っちゃうぞ。レッツラゴー。次はスイッチレッグクロスオーバーだ。スイッチレッグの応用、このスキルは大ちゃんが超使う最強技。まずはアンダーレッグ、ポケットにボールを引き込みながら足をスイッチ。そこからもう一回クロスオーバーを入れてススキルを掛け算していくんだよ。このようにいろいろなスキルを掛け算することで相手はめちゃめちゃ止めにくくなっていくんだ。しっかりクロスオーバーを行うときは縦につくんじゃなくて横に転がしながら幅を利かせてチェンジを行おう。まずはゆっくりでいいからステップをしっかり確認しながらやっていこう。外側からレックスルー、ポケットに入れてスイッチからのクロスオーバーだ。ナイスー、チェックだ。残り3つだ。楽しんでいきましょいちょいわっしょい。次は 1,2,3 ドロップ。ストレートドリブルを3回ついてポケットに引き込みながら足を斜めチョキにしてドロップしていく。足を斜めチョキドロップした瞬間にディフェンスがドライブと警戒して下がったのですかさずシュート。この時にディフェンスにやばいドライブに来ると思わせるポイントが1つあるんだ。この河村勇輝選手の画像を見てみて。ドライブが上手い選手はこのように体から離れた位置でポケットに溜めてるんだ。体の近くに引いてキープするのも大事だけど、このように体から少し離れた場所でキープする練習もしておこう。おー、いいよいいよ。そのくらい遠くに溜めてたらディフェンスもドライブを警戒するぞ。はい、休憩。残り2つになりました。頑張っていくぞ。おー、次はドロップレッグインバートだ。少し遠い位置でポケットに溜めながら足を同時に斜めチョキ。ディフェンスがドライブと警戒してコースに入ってきたので練習してきたスイッチレッグ、これも止められた。そこで確実にズレを作れる技、レッグインバートだ。レッグスルーを行いながらボールと逆の方向にステップを入れることで簡単にズレが作れるようになるよ。バスケットの最高峰 NBA の点取り屋ハーデン選手が得意としている技だよ。それでは動画を見ていこう。こりゃディフェンス止められませんわ。はい、休憩。次はいよいよラストのスキルだ。レッツラゴー、チェケラ。次はインアウトインバートレッグだ。インの動作で手と足を連動、アウトで抜こうとしたが抜けない。次はレックスルー、これまた抜けない。そこでさっき練習したインバートレッグでスペースを作る。このインバートレッグはどの技にも合わせやすいスキルだから、みんなが得意な技と掛け算してみると自分のオリジナル最強技を作ることができるよ。みんな今日も一緒に練習してくれてありがとう。ズレを作って簡単に確率よくシュートを打つにはスピードからストッププラス技を掛け算するってことをたくさん練習したね。難しいステップもあったと思うけど、毎日やることで必ずできるようになるから、これからもチームの点取り屋目指して頑張ろうぜ。また次の動画で会おう。バイバイ。